こんにちは。BMW スタジアムに来てます。今日はですね、J リーグ第23節、湘南ベルマーレ対、ヴィッセル神戸の一戦なんですけど、今日の注目はですね、なんといっても、イニエスタが、来るということで、だいたい普段ですね、平均観客動員がだいたい1万1000ほどだと思うんですけど、今日はすでに、前日の時点で、チケット完売ということで、多分おそらく1万5000人行くんじゃないかなっていう感じで、思っています。いい人だなですよ。出ました、鎌倉ローストビーフ。こちらの最高点こちらになります。ちょっと好きだ。